おはようございます。今日は2021年3月23日火曜日午前8時22分を回りました。はい。今日はね、今日はっていうか今日も良い天気でございます。ちょっと気温が低めかなと思うんですけれど、まあご覧のようにね、真っ青、真っ青の青空でございます。まあ正面にね、 太陽が昇ってるんでもう日差しが暑い感じがしますが、まあ、時折、冷たい風が吹いてくるんで、えー、気持ちよい感じでウォーキングを行っております、ほらこんな感じ、もうねどこもかしこも雲が全くない、どこもかしこもというか全くね、えー、雲がない状況でございますね、気持ちいいですよ。 はい、向こう岸、あまだ見えないな向こう岸は、はい、こんな感じで、ね、いつもウォーキングを行っております、はい昨日は、ね、ウォーキングを行った後サイクリングで今話題の JRA の、ね、宮崎育成牧場に行って、ね、大間さんを見てきましたちょうど、ね、2頭の大間さんが練習というかやっておりましたので。 えー、ぼーっとね、眺めながら、えー、過ごしてきました。昨日のね、えー、動画投稿してますんで、えー、興味がある方は動画をね、どうぞご覧ください。昨日はね、えー、ウォーキング、サイクリング合計で、えー、26.16km、えー、練習時間にしてね、えー、トレーニング時間としては3時間4分ぐらいね、ちょっとね、トレーニングっていうか、あちこちやりましたが、体重は、 なかなか減りません。まだ82キロ台、82.5キロぐらいキープしているんですけれど、なかなかね、体重減ってもらえませんね。まあ結構食べるんでね、食事制限はしていないんで、そろそろストイックに食事制限とかもした方が良いのかもしれませんけどね。まああの、何か目的があって、 えー、何が何でもね、期限内に痩せるというわけでもなく、まあ、健康維持としてやってますんでね、まあ、ゆっくりゆっくりと体重が、えー、下がってくればいいのかなと。一応79.9キロ、80キログラムを切ること、まあ、運よくは75キログラム台っていうのはね、考えてますんで、えー、そこに達するまで永遠と、 ウォーキング、サイクリングをやっていきたいと思います。はい、これからもね、ウォーキング続けます。えー、駅に向かいます。はい、まあ本当、マンネリ化していて、なんで似たような動画を、えー、毎回毎回投稿するんだと言われそうなんですけれど、いや続けてますよ、やってますよ、ということをね、まあ紹介するために、まあ動画をね、投稿しているところでございます。 はい、ということで、また今からもウォーキング、えー、頑張ってストイックに歩きたいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。はい、ポチッとな。